メートル条約、メートル条約、メートル条約とは、土量衡の国際的な統一を目的として、1875年5月20日に成立したメートル法に関する条約である、14カ条の条約本文と付録規定からなる。当時、17カ国の代表により、フランス・パリで締結された。条約に基づき、国際的な計測学とメートル法の発展の、 調整のための研究所と研究所の運営を監督するための組織を設立した。当初、メートル条約は質量と長さの単位のみを対象としていた。しかし、1921年の第6回国際土量構想会により全ての物理単位を対象とするように方針が改められ、同年10月6日にセーブルで改正条約に署名された。 1960年の第11回国際度量構想会でメートル条約により確立した単位系は精査され国際単位系として再始動した。メートル条約により以下の3つの国際組織が設立された。条約の加盟国はフランスと外交関係がある国に制限される。ただし1999年に準加盟国の制度が導入され、 リプムの活動には参加しないが、構成と測定の相互承認のためのシプムマラ、相互承認協定に参加できるようになった。1215年にイングランドで制定されたマグナカルタの第25条には、領域の至るところで適用される度量港の標準について述べられている。条文は次のように強調している。我々の領域の至るところで一つの度領港が、 あるべきだ。5世紀後の1707年、イングランドとスコットランドが一つの王国に合併した時、スコットランド人はイングランドで、すでに定着していた土寮校を使うことに同意した。18世紀、ロシアの皇帝ピョートル一世、大帝は貿易を要因にするために、イギリスの土寮校の制度を採用し、軽量単位の悪用は、フランス革命の原因の一つであり、 その改革は国民議会の課題の一つだった。議会の有力なリーダーであるタレーランは新しい単位系の創設へのイギリスとアメリカの参加をめた。しかし結局議会は独自にメートルとキログラムを導入した。これがメートル法の基礎を築くことになる。1799年にメートルとキログラムの元気を作成し公文書館に保管した。 1850年から1870年にかけて、スペイン、多くの南米の共和国、イタリア語圏とドイツ語圏の国でメートル法が採用された、オランダは1817年に採用。1863年、バンコク郵便連合は、許容される手紙の重さを表すのに、グラムを使用した。1860年代、メートル元気の検査で、 元気の測定表面が消耗していることと元気を使用中にわずかに曲がっていることが判明した。メートルとキログラムの再現可能性に対する疑いと対抗する標準が作られるかもしれないという恐れからナポレオン三世は全世界の科学者に対しパリでの会議に出席するよう要請した。会議が始まる2週間前の1870年7月に不屈戦争が勃発した。 ドイツの代表団を除いて、各国代表は集まったが、ドイツの代表を含めて、再度会議を開くべきということで合意した。フランスは戦争で敗れ、ナポレオン3世は亡命した。ドイツと統一イタリアはメートル法を採用したが、フランス第三共和制管理下のキログラムとメートルの元気の移しは持っていなかった。1872年。 フランスの新しい共和政府は再度科学者を招待し、1875年、欧米の30カ国の科学者がパリで会合した。1875年の会議での主要議題は、フランス政府が保持しているメートルとキログラムの元気を置き換えることと、世界中で標準の管理を行うための組織を設立することだった。会議では、メートルとキログラム以外の単位については、 議論されなかった。不屈戦争の終結直後だったため、会議はフランスとドイツの清争の場になった。フランスはメートル法を支配するという立場を失ったが、それがドイツに移ったというわけではなく、国際的な支配に変わった。管理組織の本部がパリに置かれることとなった。会議は既存のフランスの標準に基づく新しい国際標準を議論するために招集された。 既存のフランスの標準は1799年に作成された元気に基づくがすでに70年も使われており、消耗によって制定当時から長さ、重さが変化している可能性があった。1870年の会議の前にメートル元気が本来の定義による長さより0.03%短かったため、 既存のメートル元気が国際社会に拒絶されることをフランスの政治家は恐れ新しい守護千後の測定を命じた。ドイツ生まれのスイスの代表が現代の科学者で地球の大きさから導き出される1メートルを想定している者はいないと発言したためフランスの政治家は安心した。1875年に会議が再召集された時、できるだけ 厳密に既存の元気の値を再現するために、新しい元気を作成することが提案された。新しいメートル元気は、古いメートル元気と同じ長さであるが、測定時の屈曲を減らすために、それまでの長方形の断面から、アンリトレスカの考案による、X 字型の断面に変更された。また、元気の全体の長さは1メートルより少しだけ長く、 両端付近に刻まれた線の間隔が1メートルと定義された。ロンドンの会社は30個のメートル元気と40個のキログラム元気を製造した。1889年の第1回 CGPM でナンバー6のメートル元気とナンバー X のキログラム元気が国際元気に選ばれた。残りはリブムでの作業用として保存されるか、 各加盟国にその国の元気とするために配布された。国際メートル元気は1960年にメートルの定義がクリプトン86の発光スペクトルが示す波長に基づいて変更されるまで国際標準として使用された。国際キログラム元気は2016年現在でも使用中であるが2018年に採択される予定の新しい定義で廃止されることになっている。 条約に基づき、世界中の度量校の標準化を容易にするための3つの国際組織が設立された。加盟国の代表からなる CGPM、計量学者の諮問委員会である s i p m CGPM と s i p m を支援し事務局と研究施設を提供する VIPM である。国際度量構総会、CGPM は条約によって設置される主要な意思決定体である。 加盟国からの代表と、準加盟国からの投票する権利のないオブザーバーから、なる。総会は、通常4から6年おきに開かれ、シップムからの報告書をもとに議論が行われる。ただし、2011年の総会では、シップムの助言による SI の新しい進展を指示し、新しい SI の定義の議論を行うために次の、総会を3年後の2014年に行うことを、決議した。 総会はシプムへの新しい指名に対しても責任を持ち、ビ i ムの開発と財政に関する大きな問題についても決定です。国際土壌公委員会、シプムは18人、当初は14人の著名な計測学者からなる。メンバーは CGPM により指名され、CGPM に運営上、技術的な問題について助言を行う。 シップムは10の諮問委員会の運営も行う。ある CC は温度の計量について、別の CC は質量の計量についてなど、諮問委員会はそれぞれ計測学の各分野を担当する。シップムは年に一度セーブルで会議を開き、各 CC からの年次報告について議論し、ビブムの管理と財源に関して、年次報告を加盟国の政府に提出し、CGPM に 技術的な問題についての助言を行う。シ i プムのメンバーは全員が異なる国の出身である。ただし、フランスは条約を準備した功績により常に代表を一人置いている。国際土量公局、VIP ムはフランスのセーブルに本部を置き、国際キログラム元気を保管し、標準に関する国際的研究課題を行い、CGPM とシ i プムの事務局業務を行う。 また、1960年より使われなくなった国際メートル元気も保管している。数年に一度、各国のキログラム元気は国際キログラム元気との比較のため VIP ム本部に戻される。2012年現在、VIP ムには70人以上のスタッフと1000万ユーロ以上の予算がある。VIP ムの責任者は、職権上シップムとすべての諮問委員会のメンバーである。 条約の原文はフランス語で書かれており、すべての公式文書の公用語はフランス語である。ビプムと加盟国の間のコミュニケーションは、フランスの場合は、フランス外務省を通して、それ以外の国の場合は、それぞれの国の中仏大使を通して行われる。フランス政府は、ビプムのために、セーブルノを提供した。この建物は1675年に建てられ、 ナポレオン三世が住んでいたこともある。三、イコールクルー城は、不仏戦争で全壊した。パビオンドブルトゥイユも大きく損傷を受けたが、完全に修復された。建物内は、大使館と同様、違い方権である。メートル条約が締結された1875年5月20日を、記念して、1999年に、毎年5月20日を、世界軽量記念日。 都市、締結125周年の2000年から様々なキャンペーンが行われている。また、日付と時刻の国際規格である ISO8601 では、メートル条約の締結日を1875年5月20日とすることで、日付の起点を定義している ISO8601 起点。計測額は1875年以降非常に、 発達した。メートル条約は1921年に改正された。これは学問の垣根を越えて測定標準の調和化を確実にするために他の多くの国際組織がシップムを交えた討論の場を設けた結果である。さらに当初は貿易のための標準として考えられた。メートル条約が医療、科学、工学、技術を含む人間の活動の多くの面をカバー。 するように拡張された。メートル条約は当初長さと重さの標準を提供する目的で立案された。他の量に関する標準は他の組織の管理下にあった。時間の単位は天文学者により維持され、電磁器の単位は一連の特別国際会議により定義された。その他の物理の標準と概念は国際純粋、応用物理学連合や 国際応用科学会議のような国際的な団体により維持または定義された。1901年、ジョバンニ・ジョルジは4つの基本単位に基づく一貫した単位計を作るための提案を発表した。4つの基本単位とはメートル、キログラム、秒と1つの電気単位、アンペア、ボルト、オームのいずれかである。1921年、メートル条約は あらゆる物理量に関する標準化を奨励することを許容するように拡張された。これにより、シプムの任務の範囲が大きく増えることになり、また、ジョルジの提案を利用する自由を暗黙のうちに与えていた。第8回 CGPM1933 年では、電気単位のための基準に合意するために、他の国際組織と共に作業することを決定した。 1935年にブリュッセル開かれた国際電気標準会議の総会で第4の基本単位の選択についてシプムの適切な諮問委員会と合意を取ることが決議された。第2次世界大戦を挟んで前回の総会の15年後の1948年に第9回 CGPM が開催された国際純粋応用物理学連合及び フランス政府からの実用的な軽量単位計を確立せよという正式な要請においてメートル条約のすべての加盟国で採択されるようなただ一つの実用的な軽量単位計の勧告を準備するよう CGPM はシプムに要求した同時に CGPM は軽量単位の記号と量の掛け表し方と印刷方法についての勧告を正式に採択した韓国では 最も重要な MKS 単位系及び CGS 単位系の単位についての推奨される記号の一覧を経示した。また CGPM は初めて誘導単位に関する勧告を行った。シプムの原案は1954年の第10回 CGPM に提出された。それは MKS 単位系に基づいてメートル法の単位の定義記号。 用語を広範囲に改定し、簡略化したものであった。シプムの韓国では、アンペアを基本単位とし、それ以外の電磁器の単位はそこから導出された。CIS とヨーパップとの交渉により、ケルビンドとカンデラが基本単位として提案された。この単位系及びその名前、国際単位系は洗練されていった。CGPM とシプムを通過した合同決議による、 国際単位系の正式な定義は VIP ムにより定期的にインターネットとパンフレットによって刊行されている。SI 文書の第発版ルシステムインターナショナル DE ー n i t e s The International s y s は2006年に刊行された。原子時計の出現により地球の時点の変化が検出できる十分な精度で国際原子時を定めて計測することができるようになった。 国際地球回転基準計事業は構成との相対位置により定期的に地球の点の変化を観測し必要な時にウルー病の挿入削除を提案している現在世界中の50以上の国立研究所に200以上の原子時計がある VIP ムはメートル条約に基づく委任により原子時計の調整を行っているメートルの定義が国際メートル元気から 光の特定の波長に変更された1960年以降、キログラムは特定の人工物に依存する唯一の単位となった。国際キログラム元気の質量が年間で20キログラム程度変動していることが判明した。第21回 GCPM1999 年で、キログラムと特定の人工物の関連を立つ方法を調査するよう、各国の研究所に要請された。 確認されたキログラム元気の変動と別に、アボガドロ定数の精度の向上させる、アボガドロプロジェクトと、ワット天秤の発達により、非常に高い精度で、間接的に質量を測定する方法の見込みが立った。これらのプロジェクトは、キログラムを再定義する代替手段を可能にする、ツールを提供した。2007年の即音諮問委員会の報告書によって、 現行の温度の定義では 20K 以下と 1300K 以上で十分な計測ができないという報告がなされた。即温諮問委員会では現行の水の30点による定義よりもボルツ満定数を基準にした方がより良い温度の計量ができ低温や高温での計測困難を克服できると考えた。第十三回総会年で CPM に対し すべての単位を物理定数に基づく定義にするための調査が命じられた。翌年、国際純粋、応用物理学連合により承認された。シップムは、第24回総会、2011年において、検討事項の決議について提示し、新定義の詳細が決定する前であったが、新しい定義についておおむね合意した。そして、第24回総会は、 次回の第25回総会を2015年から2014年に前倒して開催することを決定した。しかし、第25回国際度量を総会、2014年11月18から20日においては、提示されたデータは、新しい SI の定義を採択するには、十分頑強ではないとして、2018年に行われる次の第26回。 CGPM まで改定を延期することとされた。また再定義のために必要となる基礎定数の新データは2017年7月1日までに論文として受け入れられたものでなければならないこととされた。CGPM には2種類の会員がある。加盟国は VIPM の活動に参加することを希望する国であり、準加盟国はマラ、相互承認協定にのみ参加を希望する国。 または、経済同盟である。準加盟国は、CGPM では、オブザーバーの地位にある。条約組織と政府との間のすべての正式な、連携は加盟国の中仏大使によって、取り扱われるので、加盟国には、フランスとの外交関係がなければならない。二つの世界大戦の間においても、フランスと交戦状態にあった国は、CGPM の会員資格を保持していた。 各々のの CGPM の開会セッションはフランス外務大臣が、それに続くセッションはフランス科学アカデミーの長が議長を務める。1875年5月20日、1875年のメートル会議に参加した以下の17カ国の代表はメートル条約に署名した条約の記載順。国名はいずれも当時。1884年4月。 ロンドンの標準の監督官である h j チェーニーが VIP ムに非公式に連絡し、イギリスで製造されたメートルの標準を VIP ムで構成できるか問い合わせた。VIP ムの責任者、オレヤコブ・ブロフホは非加盟国のためにそのような構成を行う許可を与えられないと回答した。1884年9月17日、イギリス政府はメートル条約に署名した。 加盟国は1900年に21カ国、1950年に32カ国、2001年に49カ国になった。2014年7月21日現在、CGPM の加盟国は56カ国、準加盟国は40カ国と一つの経済同盟、および四つの国際機関である。第21回総会、1999年10月で、 純加盟国の制度が創設された。純加盟国は VIP ムのメンバーではない国やである。以下の国際機関は SIP ムマラに調印している。1970年から2012年 b r 1982年から2012年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。